間もなく1番線に姫路行き普通車が4両で到着します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。この電車は東二見で姫路行き直通特急に接続します。まもなく1番線を電車が通過します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。まもなく1番線を電車が通過します。ご注意ください。まもなく2番線に阪神神戸三宮行き普通車が3両で到着します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。この電車は霞ヶ丘で直通特急の通過待ちをします。まもなく2番線を電車が通過します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。まもなく2番線を電車が通過します。ご注意ください。2番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。まもなく3番線に新開地行き普通車が4両で到着します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。この電車は須磨で阪神大阪梅田行き直通特急に接続します。3番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。